です。どうもオガリンです。今日もマリオメーカーやっていきましょう。ミニトマトとプチトマトとね、一緒やないか。おいおい、よし今日も頑張っていきましょう。おいジョン・レノ、かかってこいよザコがよ。いきます。ゴー、パックンさんや。ちょっと違う、ちょっと違うな。まあいいか気にせずやっていきましょう。おい、Pスイッチいるのでは。あれはいらないのか。あっか、なんか爆弾持ってた。いや持ってきてねえな。うん、危な。こっからか、こっからこのキラーを踏んでいくと意外と普通なんやろ。俺あのタイトルが読みたかっただけだからね。ん、ここでまさかの2択を選ばしてくるわけか。右は多分あれ床ついてないからこっちが正解、間違いない。イエーイ。次のコース頑張って。 Anything is possible 行きましょう。さあクリア率は 0.6% と非常になかなかきちくそうなイメージのコースなんですけれども、矢印叩きますよ。はい、え、これは当たりやけどさ。おーおー、味方だぜ俺は。この間に入ってやる。あーあかん、もう一個取ろう、もう一個取ろう。違う、はあ違うかった。お前はキノコ、俺とお前食べたらいいのか。ダメか、まあ要は普通に行くか。ああ、よし、俺はお前らに紛れる。はい、紛れてる。完璧、完璧なカモフラージュ。わーお、これではバレ。おお、そういうことか。ここで全員踏んじゃうといいですね。これで1個目はクリア。次行きましょう。この上のこれ、これがヒントになってるはずやね。だから次は左を叩くことにより靴が手に入るわけだ。早く靴を脱げよお前。よし、そうやって待っててもな、靴下の中入っててもサンタさん来おへんからな。入っとったらあかんわ中に。よいしょ。あ、これはでも超簡単よ。はい、次は、なるほど、土管、土管じゃなくてあのボム兵が右から2つ目ね。なんでこれこんな難しい。うわー、いきなり脱がされた。エッチね、ドッスンキャー。よし、でこれを普通に叩くでしょ。でかっ。あ、これ1回落として、次、勝手に爆発するのか。ピタゴラスイッチ的な感じね。うわ、まさかそっちも崩れるとは思わんかった俺。どんくさい僕、あ、え、スター。あっ、よし、もうスッと行こう、スッと行こう。とりあえず場所は覚えたから、左がスターで、うわマジか、うわマジか。じゃあスターは出したらあかんってことか。ここでキノコだけ取って、ほい、よいしょと。あ、え、ノコノコとかあんのこれ。キノコ初めて見た。ノコノコでノコノコを踏んでいくと、お前ら、お前らじゃない、帰り気をつけろよ。背中は刺されても知らんぞ。まあ亀なら刺されても大丈夫なんだけどね。よし決まった、よし決まったぞ。オッケー、中間ナイス。なるほど、パウ、あ、危な、パウ、あっか、ちょっと待って、パウとパイやな。パウん、あ、なるほどなるほど、ファイヤーだけでいいんか。いや、ファイヤーもいらんくね、むしろファイヤーもいらないんですが、とりあえずこれでいいよな、もう入れるやろ。オッケー、ファイヤーいらん、いらんな。オッケー、で次は星と P スイッチ。あっかんの、投げてくんな、投げてくんな。それ P スイッチで押すか。よいしょ、スターはいらんよな、いらんよな、いらんよな。うんうんうん、何これ何これ。はいはい、覚えた覚えてるはず。あっか、急げ。よし、スターが確かこの右から4つ目、真ん中。違う、でも出してもいいよねこれ、出してもいいよね。ここここ、はい、取った。ゴー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 、はいはいはい、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。間に合うか間に合うか、頼む、間に合ってくれ。一応こっちはデカマリオだから、デカマリオつっても赤ちゃんだけどな、デカ違い。よーしょ、なにこれ。あ、やっつけ仕事になってない、やっつけ仕事来たで。鍵鍵、え、ちょ、オッケー、なんとか手に入った。クリアか。おお、やるねー。次ウォールレベルショート、シンプルカピキックショートいきましょう。クリア率は 0.5%。 サムネ見た感じすごい簡単そうなんですけど、もうこのパックンが置いてあるだけ、これで 0.5% やね。不思議じゃね、不思議じゃね。 OK、 え、ちょっと待って、 0.5% 一発はすごくねって言おうとしたけどやめとこ。これこういうのは止まっちゃダメ、止まっちゃダメ。ナイスナイス、一発、ちょっと待って、最後1マスここか、ここでみんな死んでんのか。あ、ちょっと待って、俺これ完璧な攻略法知ってるわ。うわ、この攻略法は片面壁キックで進む。ちょ、おー何してんねん、地味にむずい。一気に行こう、一気に行こう。よいしょ、はい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 、
はい、よいしょ、ナイスゴールでーす。地味に失敗したね。I can do only for you。 よし、行くぞ。あ、なんかいきなりなんかちょっと野獣の声みたいなんがしましたけれど、あれ取って戻ってこやなあかんの俺。時間ない、時間ない。え、俺これ乗られへんの？え、乗られへんねんけど。よし、そのとこで見てやんと、お前助けてくれや。それ、え、乗られへん。え、じゃあ針の右側は当たり判定が少ないっていうことで右側立つかなと思ったんやけど。お、おい、来て来て来て。はい、よし、次ボンバーマンフレンズィ行きましょう。ボンバーマンのコースだな。絶対ボム使う、絶対。え、ここか、なるほど、そういう感じ。あ、俺が着火していくスタイルな。あれ、ここか、ここ、ここ、オッケーです。もう一個、もう一個、もう一個、これは一発でいけそうな気がする。投げる、オッケー、いいよ。バネボインボインして、ボインボイン、ここでポンして、はい、あ、これ楽しい、これ楽しい。で、こう来てこう投げるんでしょ。え、なんか上来た、なんか上来てる。行くぞ、ここでスッと降りてポンと投げる、いいね。あ、危ない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 。もう海外のコースはもうほんまに面白い。もうこれ見てて、あ、なんなん、はいはい、投げる。ほんでこれも投げる、あ、これも投げる。全力疾走、全力疾走。もうこれ、ここで、ここで投げる、ここで投げる。オッケー、ナイス。時間ない。さあ参りましょう。ポッと投げて、俺も一気に同時に進む。オッケー、最後、最後なんかファイヤー、最後ファイヤー、最後ファイヤー。オッケーオッケー。起きちゃう、危な、危な。次、矢印をずっと見るとバグが起きます。どういうことでしょうか。矢印、はいはいはい、はい、矢印見てますよ、見てますよ。ん？あ、せやな、うんうん、あ？確か壁にめり込んでんのか。え、もう終わり？もっとさ、2、3個いかへんの？もう一回、もう一回やろうぜ。絶対行くわ、そこに。お絶対あそこに1個だけ行くねんな。うーん、面白いコースだ。次、ボムタス3連2連ボスタン、なんなん、できる方しかわからんだろうな。じゃあ俺わかんねえな、あばよ。次、ちょっと簡単やけど面白そうなコース見つけました。矢印と反対のことをしよう、あべこべスピードラン。え、何これ。いや、あ、上に行くっていうこと。次、これこっちやろ。え、え、あ、そういうことか。ちょちょちょ、これやばいぞ。瞬発力っていうか即判断が大事になってくる。あと、ここら辺はまあいけるね。このさ、え、え、いいの、いいの、え、あ、いいんか。え、下行ったらあかんの。え、こっちから。え、あ、え、じゃ上や。やばい、これめっちゃ面白いな。脳が混乱している、脳が震える。やったっけ。俺見てへんからあんまり分からへんねんけどさ、上やろ。オッケー、こういうことか。ほんで1、0。これは面白い、もっと長編のストーリーを期待しているぜ。次、爽快60秒スピードラン東方戦争ワールドスキンパン行きましょう、参りましょう。さあ行きますよ。60秒ということでクリア率は 2%。 これは一発でいける予感がしますよ。私、非常に一発でいける匂いがプンプンしております。よいしょ。いいですね。さあ、視聴者のストレスを買ったところで私は普通に行きますよ。はい、三段ジャンプ、三段ジャンプ、そんなものあるわけねえんだよな。これはワールドスキンだからな。何これ、しゃがまなあかん。さあ、しゃがむ、ナイスです。なんかこれデジャブ、これデジャブ、なんかデジャブやわ。オッケー。さあ、次は普通、もう砲台大好きやな、ワールドスキンは。ワールドスキンイコール砲台みたいな。なこのバネで帰ってドカン入んのもすごくデジャブだよ。よいしょ。これもデジャブなんですけれど、あれ、俺やったことないよな、これ。あれ、ない、ないよな。みんなどう思う？なんかやったことある気がすんねんけどな。そうでもないかな。あー、いや、いや、俺やったことあるんじゃね。俺もう記憶力がジジイ。マジジジイ。おっと、またゴールはさせてくれない。なるほど、あー、いる。残り5秒、これでゴールでしょうかね。はい、ゴールですと。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。いつもコメント高評価もありがとうね。チャンネル登録がまだの方はしてもらえると僕のやる気がドーンと上がりますのでよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。